ビジュアルジャパンサミット2016とんでもないことになりました。10月の14日16日かけて開催される日本最大10万人規模のビジュアル系音楽フェスなんですけども、これ間近に迫ってる中でタイムテーブルはおろか出演アーティストも発表されなかったんですよ。これにはファンもね、さすがよしき、もうよしきに関わるイベントには参加しない、こんな振り回されるなんてと怒りをね、にじませるファンもいたんですよ。でもですね、この度新たに発表された出演者を見ますと、さすがよしき、マジで神、ありがとうよしき、こんなイベントを開催してくれて大喜びするビューイ系ファンがいっぱいです。でもさすがにこれは僕もびっくりしました。新しく発表された出演者の中でひときわ大きな注目を浴びているのはハイドと清春です。これによって X ジャパンに加えてルナシー、グレー、ラルク、ハイドとクロエムの清春集まっちゃった。清春、おい。ハイドは最近ヨシキのインスタにも登場したりしてたんで、出演の可能性はかなり高いと思われてたんですよ。そういう話があったんで、まあいいとしても、清春はちょっと待てと。清春、おい、ルナティックフェスでさえ誘われてもさ、出なかったんだから。まあ誘われたかどうかわかんないけど。そしてフェス終了後のツイッターには、ライブにはワンマンに限ると的なこと言ってたんですよ。新宿ロフト新宿ロフト思い出すぜ。解散、解散じゃねえけど、新宿ロフト思い出すよ俺は。基本的にはフェスは出ない、仲のいい綾小路翔が誘ってきたから出ただけというような発言をして、とにかくフェス反対派を貫いてたのに、清春のルナシーのメンバーたちとはそこそこ仲がいいけど、個人レベルで共演してます。 X ジャパンの関わりはないね。ヒデのトリビュートアルバムに出たぐらいで一切ないです。それとか都市伝説レベルですけど、クレームのね、楽曲バッドスピードプレイ、バッドスピードプレイの太く苦って太く苦ってみんな苦しい古いバッチを振る娘が、これがね、ヨシキを指してるらしいんで、批判してるんじゃないかっていう都市伝説ありましたね。はい、まあ、話題になっていたほどなんですけど、清春も雑誌のインタビューなどでは時々 X ジャパンの名前を出すなど、特に確執はないようです。なんだ、残念ですね。あった方がちょっと面白いんですね。面白いんだけどね、あった方が。うん。しかしですね、ハイドも清春も完全に YOSHIKI には気を許していないみたいで、YOSHIKI の傘下に入る気はなさそうです。その方がいいよ。うん。全部 YOSHIKI の傘下に入ったら、面白くないよ、それは。ヨシキスさんのフェスに出演し、X ジャパンのお膳立てをすれば完全に上下関係が生まれてしまいそうですが、二人ともソロでの出演ということで、そうか、バンドは動かしてないのね。はいはい。ハイドと清春ね。OK です。下になる気はないという態度の表明なのではないでしょうかと。これ関係者の勝手な思い込みかもしれないけど、いいよ。俺も同じ意見だ。うん。ルナシーとグレイに関しては、ヨシキが立ち上がったレーベルからデビューまでいるなど、立ち上げたレーベルからデビューしているなど、古くから、まあ、密接なつながりがあり、言ってみれば古文的な立ち位置なんだと。全力でフェスを盛り上げるような気持ちがありますと。はいはいはい。ルナシーと X は対等であってほしいけどね。まあいいや。しかしどんな形であれ、このメンバーが揃うことはビジュアル系という言葉が生まれてから現在までもたらした大きな影響、出来事と言っていいかもしれません。いいとも最終回でダウンタウン、トンネルとうっちゃんなんちゃんと爆笑問題が揃ったみたいなもんでしょう。そうだね、確かに。ルナティックフェスでは各日の出演者がその日最後にステージに集結して、ルナシーの楽曲を演奏するというスペシャルステージが行われましたが、X ジャパンのフェス的なものを開催した際には、無敵バンドという名前で出演者全員を集めたお祭り騒ぎのステージを作っていました。となると同じステージに X、ルナシー、グレイ、ハイド、清原が立つ可能性もあるかもしれません。いやー、どうだ、俺嫌なんだよな、でも。清春は、新宿ロフトで歌っててほしい。うん。バッドスピードプレイしてほしいですね。うん。そう思います。僕は黒夢派なんで、黒夢派閥につきます。失礼します。